日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらミスタードーナツの2023年ハロウィンドーナツを食べたいと思います。今年もいろいろ出ましたね。でも今年は去年までだと違って全部一新されてるんですよね。キャラクター、確かポンデチョコデビル、これですね。ホワイトザクウルフ、これかな、オールドファッション、ホワイトファッションキャット、この子ですねきっと。ちょっと見で、ブランクフレンチキャット、あ、フレンチクルーラーだからこの子だ。ちょっと見えにくいですけど、これで見えるかな。そしてストロベリーフランケン、ストロベリーフランケンがこの子です。ザクウルフはこの子だ。うん、どれも可愛くて美味しそうなドーナツたちですね。それではまず軽めのフレンチクルーラーから食べていきたいと思います。どんな味なのかな。それではちょっとチョコが溶けかけてるかも、早く食べないと。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。今年もハロウィンに先駆けてあなたに会いに来てあげたわよ。また会えて私はとっても嬉しいけど、あなたはどう？もちろんとっても会えて嬉しいですよ。チョコレートも甘くて生地がサクサクもっちりっていう美味しさがありますからね。ただなんですけど、なんて言ったらいいのかな、これはそうですね、美味しいんだけど味の方がもう一つありきたりというか、そんな気がするので、そこは惜しかったかなと思います。なので次回は、来年は、つまり来年は、かぼちゃのチョコととかコーティングしてほしかったですね。それでは詳細はこの後。ごちそうさまでした。ドーナツは見た目可愛いんですけど、味はどれもシンプルなチョココーティングなんで、そこまで特別変わってるこれはというのはなかったですね。なのでチョコドーナツがお好きなのであれば、いずれの味でも楽しめると思います。で今回食べた商品なんですけど、ちょっとやっぱりポンデチョコデビルはポンデリングのもちっと生地とチョコレートの甘さが、チョコザクウルフはちょっとクランチのザクザクとした食感、ちょっと手熱いのでちょっと手すみません。ホワイトファッションキャットはフレンチクルーラーのさっくり生地、ストロベリーフランケンはクリーホイップクリームのさっぱりとした味わい、ブラックフレンチ、あ、ホワイトファッションキャットはさっくりじゃない、フレンチクルーラーじゃないわ、オールドファッションのさっくり生地、ブラックフレンチキャットはフレンチクルーラーの軽い食感がいずれもチョコと合っている。ただいずれもチョコの味がそんなに変わってるわけではないので、まあ、ちょっと今回はどれも同じくらい美味しいチョコレートドーナツだったというのが私の結論ですね。なのでもういつもだったらもうこういう風に比較し検討してこの中で代表って決めるんですけど、今回はみんな代表として4点とさせていただきます。見た目は可愛いんですけど、もうちょっと味の方にも変化が欲しかったかなということで4点にしました。それでは冬バラや強情っぱりこの腕と、いや何と比較して競ってるんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。